ちゃん、おはよう。おはようございます。おちゃん、なん、広いから、つぶちゃん、おはようございます。最近は配信5分前じゃなく配信8分前に起きれるようになりました。雨降ってるらしい。つぶちゃんが濡れてる。スノー、ソフさん、ユーユーユーさん、コンコングッズありがとう。レオンさん、オヤッキーさんもコンコングッズ、あはっ、アントニオ ET さん、ペンライトありがとう。そう、3分早めに起きれるようになったんです。ユーユーユーさん、スノー、トトラーファイトありがとう。ソフさん、レオンさん、ありがとう。配信時間が目覚まし、マジで助かってます。皆さんありがとうございます。うん、マリーさん、歯磨きステッキありがとうございます。歯磨きステッキちょっと朝のパックをしよう。歯磨きステッキじゃないんかな、これありがとう。ジャックさん、ありがとう。3時間早く起きるようになったの、素晴らしい。ポーチ、肉まんの日、お昼ご飯肉まんにしようか。キハさん、ありがとう。あさりこっちだよ。じゃあいっぱい、はい、今日のお目覚めスイッチをオンしたいと思いますCM? CM じゃん。ゆきおさん、バラありがとう。肉の日だからか、なるほどね。このパックすごくこんな感じでシートが薄くて、なんか日頃使いしやすい、普段使いしやすいんですよね。CM に起用する。明日で11月終わっちゃう、やばい。今日も朝配信見に来てくれてありがとうございます。本当にこんな青目覚めスイッチオン。ひさん、ありがとう。ひでぶーさんもありがとう。おっとっとさんありがとう。ごっちーさんありがとう。今日は5時間の生配信中にしれーっと抜き出してマックに行くまたこのしれーっと抜き出してマックに行くジョークマックに行くジョークです。しれーっと抜け出してグラコロを食べに行きます。ねー、つぶひめー。
んだね。トゥトゥ、ここが広くなったからいいね、ついていく。え、グラコロ食べたい。アーさん、ゴッドさん、ありがとう。ゴッチンさん、渡辺さん、ありがとう。生きがいだな。グラコロ私食べたことないんです。まだもない？ある、ある。なんだと、うん、え、私あったっけ。いや、ないない、ないよ、ね、私そういうの挑戦しないタイプだもんね、うん、アーさん、ありがとう。挑戦しないタイプよ。守りに入る。照り焼きマックバーガーで安定を求めてしまうタイプ。照り焼きマックバーガー、世界の、あん、あ、宮脇さくらさんが朝のスキンケアは水洗顔でこのリップだけって言ってて、すごいわ。でも私はパックしてるけど、このリップを塗って宮脇さくらさんになります。おはようツイートでもしようか。はあ、限定もの。本当てりたまが食べたいな。気まぐれだ。おっとっとさん、ありがとう。しばさん、スノー、ありがとう。なーに、はや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 、つぶちゃん、つぶつぶちゃん、かわいい、抱っこしたろか。おいで。あ、こんな細かい、うん、ね、今日2期生の5時間、5周年5時間配信楽しみます。ベートーベンさん休憩なし。そうなんだ。そう。あ、いや本当よ。ドームズデイもしましょう。
待って天城府の予感だって受ける確かに吉田先生が教える顔のむくみ改善動脈マッサージしましょう。強さ乳突筋を使う。もう全然見えてないじゃん。耳に指を入れ上へ こういうことですか。つぶちゃん元気。強さ乳突筋を揺らすその状態で顔をさらに倒す。はい、できてるかな。顔のむくみが取れるらしいです。あら、福ちゃんちガラスの靴ありがとう。痛い。どう、みんな、みんな、お、なんかすっきりしたよ。もう一度強さ乳突筋をつかむ。耳の穴に指、大丈夫ですか。うつぶちゃん、ハッスルマッスル、揺らす、さを揺らして、いいか。コンコン、ありがとう。うん、いいんじゃないかしらあんまり分かって届かない。なんで、大丈夫、届いてるよきっと。何するの。スープ、めっちゃいい。かぼちゃのスパポタージュってことでしょ。そろそろ剥がそうかな。もうハッスルマッスルやね。5時間なんだ。ちゃぶちゃん終わりだよ。そう、5時間あっという間、あっという間だよ。でもなかなか長いけどね。このパックはすごいスースーするんですよ。抱っこしたろか。今はいい。来年6時間やばい。確かに。平成天狗さん、ありがとう。ブームズデーのご挨拶もしたい。おはドゥームズしないと。え、これが最後のおはよう。さ、寂しい。握手会楽しみ。わかんない。データが多すぎて失われてる。ラストおはようじゃん。
315日ありがとうございます。花見川の白猫さん、ありがとう。ドームズデイ、うん、最後か。自分は去年このゲームを違う同盟でやりました。え、そんなやり方。言葉や、何の音？私家がレース場で家がレース場で走ってるんですよ。絶対美味しいじゃん。家がレース場。そうなの、イルミネーションいいでしょ。私もできることを頑張る。頑張る。みんながね、こんなに頑張ってくださっている。もうレベチに強いよ。すごいね。みんなすごい。
同盟メンバーすごい。ツーデスさんありがとう。11ファイヤーサウスマシャさんありがとう。ライブモードオフだと工藤さんおしとやかなんだな、だって工藤さんはおしとやかよ。ニヤがレース場なの。朝9時にゲットできるアイテム次第、いいアイテムが当たりますよね。オンオフはっきりしてるの好きよ。うふふん。今は完全なるオフ。ジェムの稼ぎ方ってどうやって、スピードアップ欲しい。欲しいよね。一番重要。あ、ゾンビを倒しまくる。わかりました。私まだ動きたくないんだよな。ヘアアイロンをしなくては。別にしなくてもいいかとか思いつつ、それな、ハテナにマークくる。今ね、ずっと考えてました。動くか動かないか。夏みかんさん、みおさん、ありがとうございます。動くか。
します。ここにいるの、ここにいられる、できる準備を立ち上がってるんですけど、朝礼お疲れ様です。今日何か忘れないように言った方がいいものとかある？特にないかも。言うてこれがないとってなるものはないと思う。うん、あ、嬉しい。頑張れ頑張れですかね。メイク道具ぐらい今日必要になるな。頑張れ。あ、まだあくびが出るよ。ヘアアイロンで、映った？映るんだ、やっぱ見えてないのに。みんな眠いんだ。なんか廊下で髪の毛くせ毛になるみたいな言ってました。前髪です。
ないよ。戦力をもう建築スピードアップできないので、どうにか戦力を上げる方向性でいきたい。つぶらん、うん、つぶらん、つぶ姫ちゃま、グッドモーニング。戦力上げよう。研究のスピードアップは持ってるので、私もいっぱいヘルプできるように。高幸さん、かわいい、ありがとうです。今日は
ございます皆さん。よし、ありがとう、優しいね、褒めてくださる。よし、髪の毛ヘアアイロンもできました。ショウさんありがとうです、ハート。よっしゃ、できました。よし、じゃあ頑張って。え、結構時間、もうなんか最近時間が経つのが早くて、昨日も最後に時計見て、また最後に時計見たら1時間とか経ってて、びっくりくりです。充電をしなければ。スノーありがとうです。充電をしなければ。じゃあちょっと今から家を出る装いになろうと思います。美味しそう。あ、すいません、入れていい？うん、すごい楽しみ。どうぞ。ありがとう。ちょっと装いを、冬の装いしていきたいと思います。成田のセンチ尊い、ありがとうじゃあちょっと待っちょってください。ちょっと待っちょって、待ってっちゃ。
味しかった？ちょっと濃かった。おー、いいよ、割ります。いろいろとまあ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 、うん、よし。先生、朝からコメントかぶせてくる人がいる。どうしたんですか？のんきな先生。はい、着替えました。今日はオレンジ色の T シャツで気分上々。水割り、水割り。朝から、朝から、ハロー、ほなよ。朝を痛感した。りょうちゃん、朝が来たって感じ。いけるなんかちょっと似てるかも。ふくちゃん、なりちゃん、コメントちょっとかぶせたね。かぶせてたね。はいはい。ああ、ラリー行く。私もラリー行く。4分前にラリーってるけど入れるかな。私も入れて。石油を取りに行きよったけど帰っていく。アントニオ E.T. さん、ありがとう。元気もらえますよね。もらえる。じゃあ本日の朝ごはんです。朝ごはんタイムです。本日の朝ごはんはかぼちゃシュークです。かぼちゃのポタージュちゃんです。それではいただきます。いただきます。バウンディー好きよ。わお、絶対美味しいじゃん。すっごい甘い。マジ？ヤミー。ヤーム。高級レストランに来た気分、マジ。アントニオ E.T. さん、ターボーさん、ありがとう。なんか高級レストランでしか出なくない？かぼちゃのスープって。そんな気分です。行ったことないんですけど。元気になりすぎちゃったみたい。私がそうか、コースの最初に出るやつ。かぼちゃスープ飲みました。いいよ。え、ミニストップもいいな。アントニオ E.T. さん、ありがとう。うまうま。え、今日お休みの人おるんか。そっか。バッチリじゃん。有意義な休みにしてください。有給取ってるの、すごい。ホワイト企業だ。美味しすぎてロックになっちゃった。優雅な朝ごはん。うわー、パンとか食べたくなりました。ないんですけど。回す？いいじゃん、焼こうよ。実は冷凍ピッツァを買ってて食べたいなと思います。
山本シェフ。美味しいのはロックだぜ。体が温かくなってきました。確かにオレンジでバウンディ好きねって言われたのかな。バウンディカラーだ。バウ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 ンディ、バウンディコール。朝ピザね、フィンガーボールで指を洗う。え、何それ、こういうことこうやって指洗うの、フィンガーボールで。え、何それで、ね、こうやって洗うの、いちいち洗わないといけないんですか。おしぼりじゃダメなんか。なんて大切にされまくってるんだ。おはようございます。移動するから着くまであんまり、あ、そうなのね。移動込み、移動込み込み有給。もう人生ドームスデーです。何だと言うとドームスデー、本当にそれ。あ、いいお皿が朝活なう。朝活は筋トレ、二の腕が細くなる。あー、きつかった。高級レストランでのフォークや星スプーンとかかな、ナイフかな。え、わかる。カキーンとか言っちゃいそう。お皿まで切っちゃうかも私。くにちゃんありがとう。みなしファイト。高級レストランか。みんな普段何を食べて生きてるのか超気になっちゃうんだよね普段、本当に何食べて生きてるんだろう。みんな超気になる。新しいファンデーションが届きました。いつも使ってるやつ。あ、配信画面が映るぐらいピカピカ。お客様お皿まで切っちゃうのは達人切ってるのはお皿です。お客様おやめください。飲まれてるのはフィンガーボールですやんちゃー、お客様とってもやんちゃよ。じゃじゃーん、プレゼントだよ。はい、プリティプレ
レゼント。私今お財布パンパンです、やばい。急にお金持ちアピールみたい。お財布がパンパンです、小銭が多すぎて。現金派の人とそのお出かけするとき、全部それをもらうじゃないですか。レモネードだと思って飲んだら白ワインだったけん。え？お高級レストランでですか？それともナウですか？ナウですか？ロムさんありがとう。シャムネコだとしてえ？シャムネコだとしてシャムネコ存在するのか？シャムネコって今いるのかな？いるんじゃね？自分のストラップがここまで可愛いと思えたことはないわ。見て、ファンクラブストラップ。これすごい躍動感ある姫様なのね。揺れます、躍動お姫様。はい、どう見てみて。ロムさんありがとう、秋鉄さんありがとう。小銭投入すればいいのか。でも顔そうね、確かに。みんなにも見せよう、過去の話か。じじゃーん、実物はもっと可愛いって。優しい、やさプリンセス。そう、実物はもっと可愛いですね。キョロキョロロチンチン、ほんと確かに。ちょっとつけてみました。メイクポーチが汚いかもしれない。僕らが生まれてくるずっとずっと前にもうアポロ11号は月に行ったっていうのね。ポルノのライブ行きたいね。あ、行ってみたいね。みたいです。わっわっ、ありがとう。もうそれ捨てちゃって OK かも。ありがとう。あと8分ですね。まあカバンはこんなもんで A ですか。 A でしょ、もう A でしょ。もう A でしょ。僕らっていいよね。僕
らの春夏秋冬も。リコチリュック忘れないでねって感じなんだけど大丈夫かな。宿なしになるところってやばいやばい。宿なし、宿借り、宿なし。お、今すっごい俊敏になってる。ちょっと思いとどまりました。あの行動はこっちに行こうとしたんですけど、あ、こっちだったってなって。よし、皆さん聞いてください。ピッツァッツァーが届きました。ピッツァッツァーを食べたいと思います。すいません、急にびっくりさせるぐらい大きな声を出しちゃった。ピーッツァピザの、ピザの子、ピーッツァピザやん、ピザの子。1年前の悲劇、宿をなくした悲劇ですか。何、何があった。いただきたいと思います。いただきます。ヤミー、ヤミー、シェフを呼んで。山本シェフ、ゴミ箱から出さんで。本当に呼び寄る？あ、分かった。参考、うん、はじめまして。お、ポタージュをどうやって飲んだかがすっごい分かるポタージュの跡。ポタージュしたいと思います。初見じゃないよ、うん、初見詐欺に厳しいやつ。ポタージュの跡が、うん、うん、冷蔵ピザなの？フィンガーボール、うん、
ェーン店ってエリアマネージャーのチェーン店。私は今イタリア。私は今イタリア。しなくちゃ。ラリーに参加します。もう入れてなきゃ。まだまだだけどね。あとでポタージュを爆飲みしようと思います。では皆さんピザ食べながらラリー参加して家での時間忙しすぎる。本当だよ。リコチリュック忘れないでね。ですね、これは本当に。では皆様、バタバタ朝配信も見守っていただきありがとうございました。まだまだバタバタ配信は続くのでよろしくお願いします。もう毎日バタバタ配信してると。リュック忘れないで。よし、では行ってきます。今日はしれっと5時間配信中に抜け出してグラコロ買ってで、しれっと配信中に食べて匂いで気づかせるっていうマックジョークマックジョークしたいと思います。じゃあね、18時からよろしくお願いします。そして18時までドゥームズでよろしくお願いします。寂しいね。なおさん、 SDI さん、ターボーさん、ぶんちゃん、アントニオ ET さん、モビさん、ひびきちゃん、あきてつさん、 TK さん、まささん、ミッフィーさん、ソブさん、ゆうゆうゆうさん、渡辺さん、みおさん、ファイヤーサーフさん、しょうさん、うっぽさん、ロムさん、成田のしんち、たかゆきさん、岩尾さん、くにちゃん、夏みかんさん、ズーデスさん、ほうち、平成天狗さん、ぼやっきーさん、おっとっとさん、もしょさん、きはさん、ひひさん、そして本日の妹先生枠はてんてい先生です。先生てんていです。ありがとうございます。しばさん、こんこん、ありがとうございました。そして本日のメルヘンチェンジ第3位はスノーでした。スノーありがとう。第2位ふくちゃんちでした。ふくちゃんちありがとう。そして第1位バリーさんでした。バリーさんありがとう。そしてみんなでした。みんなもありがとうございました。
みんな見てくれてありがとうございました。配信ありがとうございました。三角チョコパイなんか生地変わったんだよね。なんかもっと崩れにくくなったような気がします。え、バリーさんお疲れ、ありがとうありがとうありっこりグラコロ、しれーっとグラコロを食べたいと思います。え、割とガチで。それか配信開始とともにグラコロを匂わせる。そうしよっかな。やっぱり好き勝手していいと思うんですよ。よし、じゃあ皆様今日もありがとうございました。信じるからみんな。そっか、みんな信じる。でも私も本気でやろうとしてる割と。じゃあまた夜会いましょう。夜はもう23時半とかになるかもしれないけど、配信できたらします。それか合間時間。早い早いスタオラマイナチありがとう。おー早い、おまだ喋っとる。スピーチスピーチ、校長先生のスピーチ中みたい。うん、よしよし、じゃあ皆様今日も健やかに行きましょう。それでは行きますよ、せーの、えいえい、おー健やかに王が早い。フライング王、フライングタイガーのライバル店、フライング王今日はどうしたんだ。元気ですじゃあね、みんな、皆さん私は元気にやってるから心配しないでね。じゃあ行ってきます。またね、テンション上げてこ、これ以上じゃあね、行ってきます。ハンカチ持ってないけどいいや。じゃあねー、成田のしんち、ありがとうありがとう。じゃあね、行ってきます。何言ってんねん。今日何時まで？23時まで。